えっんん、えー、とですねえっ、ー、と佐藤拓哉の条約突破っていうね、えー、いわゆるゴールデンウェーブをやろうと思ってるんです。でいわゆるそのプロポーズでありまして内容はこんなやつかなちょっと見てもらいたいんですよね。えー、取るべき過去問も10年分3,000詞、えー、300詞選びましたってなってるんだけど別に300詞ではなくてもうちょっとあったかなと思うんですね。実際とやってしまった時に条約の科,科目に関して言うならば特に PCT かな。 ほぼ条文通りっていうことが多かったのでもうちょっとやってしまったんですよ300種じゃなくてもうちょっとやってしまったのねただあの南城段子に書いてあるから丸ですよとかバツですよってやるとあまりこれ頭残らないではないですか、うん、だからちゃんと理由ーつけましたこれこれこうだからこうなりますとかこれこれこうだからこうはなりませんとかって理由をつけたのね一個一個ねでそれがこれ選んだやつでありまして、まあ、分かれているわけですよ特に最近の試験って卓越が難しくなってるでしょ なんで担当難しくなっているかっていうと、まあ、いろんな要因がありますよね一つはちゃんと論文の採点をしたいちゃんと論文の採点をするためにはどうしますまず担当で絞るよねで我々が一番重要なものとして考えているのは何かというとまずは条約なわけですよでも条約については14年から論文からなくなってしまったわけで、ね、今更入れちゃうってこともできないのでってことで論文でも特許,とか一特許とか商標で一部出してるだけだよね。 ででもそれでやっぱし根本的にいけないんだよね聞くたびには何としても、まあ、条約に、えー、担当式試験で絞っていかなきゃいけないし聞きたいわけですよ難しいところをね。でそこである程度人数を絞った上で客観的に論文で採点したいってことがあるんでしょうね極めて。だからだん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 と特に最近の問題を見ると25年ぐらいを期間として難しくなってきましたよ択一の特に条約難しくなってきて。 25年度が難しくなってきて26年27年少し簡単なんだけど28年ぐらいからまた難しくなってきたのねで去年はすごく難しくってなかなか解けなかったわけですよ。で一番危惧しているのは何かというと当然足切りだよね足切り足切り4点になっちゃうと足切りになりますんでねいくら多の科目ができても、えー、と4点で落ちるって話になってしまう4点未満だと落ちるって話になるからね。 でこれはあのー、特許みたいに20問あるんだったらあのー、8点ってことは多分ないと思うんだよねでも10問しかないと4点未満ってこれあるしょシャレで行っちゃうんだよねだからそうならないためにはまず他の科目って取れなかったらいけないわけですよ他の科目っていうの他の条約ね一つはパーリ条約これはまず満点取れなかったらいけません大体2問出ますよね2問でこれは確実に取らないとまずいけないまあ単元ですよね。 あと24年から何かね知らないけど出てないのが窓プロだよね。これも国内から解けますんで絶対できたらデータら取れなかったらダメね。あとは国際戦法1問出る可能性があります。昨年では出ませんでした。これも1問取れなかったら絶対ダメなんでこれで2問と,えーとパ,ーリーパーリーが2問と窓プロ1問と国際戦法,法が1問で4点取れますよね。あとは トリップス協定っていうんだけどトリップス協定は後半部分ね、うんまあ、言ってみたら条約って実体条約と手続き条条約約に分かれるわけですよで実態条約っていうのはパーリとかトリップスでこれは国内語から解けるんだよねでこれは随所にパーリ条約はこうなってるけど国内語ではこうなってますよとかトリップス協定はこうなってるけど国内語ではこうなってますよって説明してますんでこれ聞いてもらいたいんですそうすると条約って具体的に見えてくるからね あと手続き的な条約についてはあのマドプロとヘイグこれは国内法関連で実は解けます解けるのねうんで一番面倒くさいのが PCT でありまして生関係から PCT 解けますかというとこれ逆なんだよね PCT できて初めて柳関係で理解できますっていうふうになっちゃうんですよ国内法から解けるわけではなくって条約して初めて特例ができますよって言ってるのが PCT なのねちょっと性格が違うんだよね で、手続き的な条約でありますんで、流れが分かんないと、まず絶対取れませんとなっております。この中でも、あの30、三十パーとか十パーとかって言われてくるものは、取る必要性全くないと思ってるのね。そこに時間かけてしまって、永遠とわかりませんってやって、条文引いてやることは、これは無謀です。ただ、忘れてもらったら困るのは、どれが正しいですかって言って、あの30、三十パーって言うんだったら、取れなかったら、これいけないのね。で、その一方で、あの。 個数は何個ですか？で10%とかって言うんだったら、たまたまってことはあるわけですよ。それを踏まえた上で、ちゃんと取っていくべき問題は取っていきましょうね。っていうこれ。まずコンセプトになります。ま、それがここに書いてある内容だよね。取るべき問題を解くってやつね。ただ、単純に何パー何パーじゃなくって、あの個数問題で何パーって言われてくるものは簡単に結構簡単なものも実はあったりします。そこはちゃんと説明します。あと2番目に書いてあるように。 検事の傾向を、えー、徹底分析しって書いてあるんだけど、まあ、これそうだよね。うん、まあ、さっき言ったように、最近は P. C. D. が膨れていると。結構多いですよね。でも、この傾向って、本当に今年も続くのかなっていうと、ちょっとわかんないけどね。昨年度がちょっと絞りすぎたっていう感があるかもしれません。そうなってしまうと、ただ条約ってあるよね。で、特に、えっ、ー、と、平和学徒は全く出てませんというのが昨今でしょ。また、これも二十年を最後に。 出ていないわけですよ。これはおかしいなっていう感があるよね。P.C.T. が四つも出るのに関わらず、なぜ商費に限っての特則で商標の条約であるところのマドプロが二十四年から一回も出ないんですかというと、バランスが取れないっていう感じがするよね。それ一方で野友関係の三っていうのが条約に入っていたりします。で、そういう観点から考えちゃうと少なくても五点ぐらい取れるんだよね。条約って満点取れないかもしれないけど少なくても五点は取れるわけですよ。 じゃあ一番いい教材って何かなってことだけどこれは確文に決まってるわけ確文確問、体系別確文一番いいに決まってるわけただ体系別確文と言われてくるものの一番の問題点は理由が書いていないっていう点だよね理由何乗何項だから丸何乗何項の文にだから×とかね書いてあるだけでありまして背景バックグラウンドこういうのが全く書いていないわけですよ特にトリプス協定は あれトリップス協定解説っていうののはネタ本なのねただ売っていないもちろんアマゾンでも売っていないし当時も外販では売ってなかったんですよそうなると持ってる先生ってこれ限られちゃってるわけねで私は持っておりますであそこに全部理由が書いてあるわけこれこれこういう国際会議においてこういう人を日本はやりましたとでも諸外国の反対によってこれはこうなったんだとかなしは逆って場合もありますでこれで できるとかってなってるんだとかでね説明していきますんで、テストを聞いてもらいたいと思っているわけね。あと PCT もなぜそうなったのかっていう遠隔がありますとかもルールマター含めてあります。でこれも含めて説明しますからね。でこれが分かんないと多分何度やってもダメなのかなっていう感じはするんだよね。で全部で3回でこれやっています。3回、3回ね。で取り方としていろんな取り方があって。 あの一括で取ってもらっても結構であります。あと PCT とその他って分けてるんだよね。うん。PCT とその他。うん。これバラバラに取ってもらっても結構です。まあ PCT や PCT PC だけね一回やっています。でその他と言ってるのはパーリーとパーリーとあとはトリップスとマドプロに分けてるからねマドプロ。で平和学と入っておりませんのでじそれだと言ってるのは一つ目がパーリー。で二つ目の方が何かというと。 それはドリップスマドプロそしてイは、えー、ないので国際質眼法ってやつですこれやっておりますやっておりますねまあこれやってもらっても良いしって話になります、ね、で女性が特に苦手な方っていうのはまあ受験って見てもいいのかなということね最低限10年分やらないとやっぱしあの量が少ないわけですよ試験出てくる幅って決まっていますそれ幅をいかにくる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 回すかってことなんだけどただ 闇国に回したとしたって、残らないんだよね。なんとなく見たことがあるって言って、解いちゃうんだよね。これは似ていると。私も、あの担当は四年かかりましたよ。で、ほとんど、これ見たことがあるって言ってやるんだよね。似ていると。丸る。ばと。やるんだけど。やっぱ本試験でうまく作ってるんで。そう、それは解けないようになってるわけね。それでは。ちゃんと理解した上で、やらないと、やっぱ失敗するっていう構成を取っています。まあ、それを撤廃しましょうねってことで。 まあ10年くくるくる,くる回すすということですねその中でも特に重要なものについて絶対落とさないでやりますよねっていうのがこの講座の師になりますんでまあそこに賛同される方はぜひ受けていただいてもよろしいかと思っております。でもう売り出しておりますんでもちろん今年の試験をやりたいという方は取ってもらってもよいだろうしないしはこれからの反省材料としてやりたいという方は取ってもらってもよいと思ってるんですね。 ね、今年の問題やってみたんだけど、実はできませんでした。こういう方が取ってもらっても結構だし。あとこれから追いか、追い、追い、これから。最後のね、えー、最後にまとめるんだっていう方が。あまあ、やってもらっても結構だと思っております。ね、まあ、最終的には、この一冊に絞るってことになるからね。うん、広げるんじゃなくって、絞る。集中がすごく必要なのね。集中。ね、あれもこれもって新しいことやってしまって、うまくいくことは絶対にない。 だって試験って幅決まってますから、そこを一かに繰り返すってことです。そのナビゲーションをやるのが私の仕事となっておりますので、まあ、これはそういう腰で取る講座だってなっておりますので、もし興味のある方はぜひ取っていただきたいかなと思っておりますね。で、できればあの担当をパッと受かってしまった。後で論文というところで、がっちりと取ってもらいたいなと思っています。で、できればですよ。さらにその論文を受かった後で。 最終まで行ってもらって、今年の祝賀会かな、そこでぜひ皆さんにお会いできたらなと思っております。